安成二郎は、日本の歌人、小説家。秋田県北秋田郡出身。父上治は、元長府藩士で、兄鉱山の高級機械校だった。兄は評論家、安成貞夫、弟は、福原慎三の秘書だった、安成三郎。秋田県立大館中学校を中退した後に、上京し、徳田修正の文下生になった。時禅魔路編集の、 生活と芸術などで生活派の短歌を発表する。一方で、かなお文猿堂を振り出しに、実業の世界者や、複数の新聞社の編集記者として、長く務めた。平民社に出入りしていた兄、佐田尾の影響で、大正初期から内田ロアン大杉久志らと交流を持った。大杉や荒畑乾村が創刊した、近代思想の編集の手伝いを兄と共に行った。東京毎日新聞記者や、 読売新聞婦人部長なども経験した。1923年の天かす事件の際には、大杉一家の死体見分と仮装に立ち会った。1926年に、阿佐ヶ谷に家を建ててからは、阿佐ヶ谷文史村の一人として、いぶせマスジや太宰治、神林明などと交友を持った。昭和初期には、大阪毎日新聞学芸部食託記者を経て、平凡者に勤務し、 百科事辞典の編集に携わった。戦後は、文壇の交流録、花番だや、大杉の回想録、無政府地獄大杉映座月を出版した。ありがとうございます。